皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。このチャンネルでは私競馬女子白雪が重賞の予想をしたり競馬場などに行ったりして女子目線で競馬の面白さや楽しさをお伝えできればと思っています。これからもいろいろな企画を考えていますので楽しみにしていただければと思います。まずは先週の結果ですが、 G1 大阪杯、見事に3連単を的中することができました。結果については一つ前の動画でじっくりと振り返っていますので詳しくはそちらをご覧くださいね。とっても嬉しい結果になりましたので、この勢いで今週も連続的中を目指していきたいと思います。それでは今週の予想に参りましょう。今週は G1 桜花賞を予想していきたいと思います。舞台は阪神競馬場の芝 1600m。 レースの想定はご覧の通りです。馬場状態は良、高速馬場と予想しました。金曜日にかなりまとまった雨が降ったようなので、その影響がどう出るかが心配ですね。ただ土曜日曜はどちらも晴れ予報ですし、先週日曜には3歳1勝クラスの 1600m 戦で1分32秒台が出ていましたから、日曜午後までには高速馬場まで回復すると予想しました。ペースは平均からややスロー、走破タイムは1分32秒台の後半として予想していきたいと思います。これといった逃げ馬がいないため、チューリップ賞をスローペースで逃げ切ったモズメイメイが今回もペースを作る形になるかと思います。ただ前走 1400m を走った馬たちもいるので、チューリップ賞よりはもう少し流れるでしょう。そうなると直線だけでなく全体の持ち時計を持った馬を中心に予想したいですね。それではここからは競馬女子白雪の予想です。本命は3番リバティアイランドとします。金曜夜の単勝オッズでは 1.9 倍と断然の一番人気となっていますが、これはもう仕方がないですね。まずは新馬戦、ラスト3ハロンで叩き出した31秒4というタイムは JRA の史上最速タイというとんでもないタイムでした。ペースは超スローペースだったため、もはや直線だけで徒競走をしたようなレースではありましたが、上がり2位で32秒1でしたから、トップスピードは突き抜けていますよね。また前走の阪神ジュベナイルフィリーズでは打って変わってかなりのハイペースとなり、トップスピードを武器にするこの馬には不向きな展開になりました。しかしリバティアイランドはこのハイペースも全く苦にせず、最後の直線でもしっかり伸びて完勝しました。こうしてどんなペースでも実績を残せていますから、断然の一番人気ではありますが、ちょっとこの馬に逆らうことはできないですね。ということで2番手以下がどうなるかを予想するのが今回の鍵になりますが、どれも一長一短でかなり難しいですね。そんな中で対抗は5番ハーパーとしました。悩みましたが、シンプルに 1600m の持ちタイムの上位馬を評価したいと思います。前走のクイーンカップで記録した1分33秒1というタイムはリバティアイランドが阪神ジュベナイルフィリーズで記録したタイムと同じで、さらにこの日は雨が残ったやや重のコンディションだったんですよね。コースが違うので単純比較はできませんが、クイーンカップはある程度厳しい流れのレースでしたし、自力は間違いなくあるはずです。ただ高速馬場でのトップスピードについてはやってみないとわからない部分はあります。それでも2走前の未勝利戦では
ここも雨の影響が残っていた中で、ラスト2波論目に11秒1というラップを残していますから、逆に言えば晴れた高速馬場でどれだけできるのか楽しみでもありますね。そして黒三角には4番デューアイズを挙げました。前走のクイーンカップでハーパーと同タイムの2着でしたから、同じく高評価しなければなりません。むしろ厳しい流れの中でハーパーよりも前目でレースを進めての結果ですから、まさに負けて強しの競馬でした。ただし今回はよりトップスピードを求められるかと思いますので、悩みましたが、ここはハーパーを上位に予想した形です。また白三角には6番モズメイメイ、2番ライトクオンタム、12番シングザットソング、9番コナコーストの4頭を挙げました。基本的には持ちタイムとトップスピード勝負ができる馬という視点で予想しましたが、これ以外にも可能性のある馬が多すぎて絞るのがかなり難しかったです。それでは最後に改名を発表します。まずは弱気の白雪、今回はリバティアイランドの単勝1点です。最終的に何倍つくかは分かりませんが、確実に当てるにはこれしか考えられませんでした。そして強気の白雪、こちらは1着にリバティアイランド、2着にハーパーとデューアイズ、3着に白三角の4頭を追加した3連単計10点としました。毎年阪神競馬場の桜は桜花賞に合わせて満開になるという都市伝説もありますが、今年はさすがに葉桜になっているかもしれませんね。白雪の馬券は散ることなく、先週に続いて連勝できるか、ぜひ注目してください。以上、ご視聴ありがとうございました。皆さん、本日の動画はいかがだったでしょうか。競馬女子白雪頑張れと思ってくれた皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。